行かせないって。あ、いてててジェシカ、まだか、急げ。大量出てきた。あ、いてててちょっと締められない、締められない。忙しい、やば、一気にハープなくなった。それが弾が。また止まるかと思ったわ。よし。ああ、心配するな。だがホースもまさかだな。手榴弾投げればよかった。この年が使う太陽光修正システム自体を滅却に使うとは。まるでラクーンシティの再現。隠蔽によって地上から消滅した町だな。テラグニティアも名だけを残し滅却処理か。あれ、手榴弾でさ、自分も当たり判定あったっけ。食らっちゃったっけ。食らわなかった。最善に尽くしたか。だと思いたいがな。ヘリポートね。助かったらメニュー全部を。ジェシカ大食いなんで。安心しろ、俺様に二言はない。俺様バカ行くぜ。ジェシカ、あ、もう急げ二人とも、もう離陸する。噛まないかな。よし、ジェシカ、乗り込むぞ。ジェシカ、おいで、来てる。よし、行くぞ。なんかアイテム取っとく必要ないのかな。使い切る感じで行っていいのかね。のジルが手榴弾とか持ってなかったら持ち越せないってことか。うん、かわいい。あ、宇宙から。すごい眩しい。綺麗な街なのにね。わ、割れていく。連鎖爆発か。見ろ、街が。うわ、もうこの時点でみんな死んじゃったかな。ハンターさん溶けていった。すごい。ビルが。え、ここさっき行ったとこ？ビルかな。わあ、崩れてくる。ああ、一番高いやつが。あ、これがさっき行ったとこ。ヘリ大丈夫です。テラグリジアが沈む。結局私たち何もできなかった。ふんふん。でも結構ヘリと船があるから、それ乗ってる人たちは助かったんだね。ふんふん。はい。うー、もう一個だけやろっかな。結構早いね、一個一個が。これにセーブして、ちょっと待って、今何時だ。9時か。あと1個だけやろう。そしたらやめて、そしたら全部で何個あるんだろう。あと3、4回ぐらいで終わるかな。あ、ちょっと待って、コントローラーが言うこと聞かなくなった、いつもの。何、もう疲れたってコントローラーが。じゃああと1個だけね。次で絶対やめる。うえ、9時。あ、さっきの続き。なんかこれ面白いね、いろんな人動かせて。お前レイモンドだな。ふん。BSAA か、お前らに用はない。ふんふん。 FBC こそなぜここに。ちょっとお茶を飲みます。質問に答えろレイモンド。いつまで同僚気取りだ。BSAA に答える義務はない。今互いに揉めてる場合じゃないわ。笑わせるな。どうせ脱出もできない上に敵が見えないって話だろ。
レイモンド、そこだいぶ性格変わった、ひねくれちゃったの、なんかって見えないなら必死であがいてみせるしかないだろう。でも足はちゃんと治ったんだね。あ、持ってる。この船で一体何が。ここら辺は引き継ぎなのかな。マシンガンはゼロだけど、ショットガン。同じ人で同じ時間軸だったら持ち越しか。やれやれだ。あ、これやっていかなきゃ。よし。あ、じゃあまだショットガンとかこれから取れるんだな。うん。あれ。ない？あ、ここ行き止まりだな。あ、ここ行き止まりっていうか、ここエレベーターか。開く？あ、動かない。調べて動かないとか赤くしてくれるの優しいね。ウェイ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 、怖いよ。あ、でも50発持てるようになったのはでかい。よし、調べて。あ、これあれだな、またふんふん。ダリン、こっち、ない。あ、ちょうどよく。今回ファイルとかあんまり置いてないのかな。あ、これ、あ、カスタムパーツやった。待てよ、結構手に入れて。これとか読めるやつ、あ、読める、あるじゃん。見落としてるかも。これちょっと見つけられないな。船内設備に関する案内書。従業員各位、当クイーンゼノビアでは快適なクルーズさながら高級ホテルに宿泊したかのような滞在期間を過ごしていただけるよう、さまざまな施設を完備しています。従業員の皆さんにはそれらの施設を十分に理解してもらい、お客様の対応に当たるようにお願いしています。以下に主な設備の説明がされています。各自必ず読んで確認しておいてください。船内ホール、総面積1500、これ平方メートルだっけ、のホールは吹き抜けの3階構造で、客船ホールとしては世界でも類を見ない広さを誇る。室内様式はゴシック調、天井シャンデリアはオペラハウスのような華美な雰囲気を演出。カジノスペース、ホールに隣接したカジノスペースにはテーブルゲームのほか、スロットマシンなどさまざまなカジ失礼、さまざまなカジノ設備を完備。運航期間中は毎日24時間体制で営業。へえ、すごいね、ギャンブラーには嬉しい。レストランショッピングモール、プロムナードのモールには世界各国のデザインとサービスにこだわりを持った多種多様なレストランおよびバーが出店。レストランと隣接したスペースにはさまざまな雑貨や日常品を揃えた店舗もある。非常用通信室、緊急の場合に備えホールに隣接して非常用通信室を配備。有事の際はホールをお客様の一時避難所とし、乗務員は非常用通信室から直ちに外部への救難信号を発信すること。ソラリウム、開閉式ガラス張りの天井を配したソラリウムは世界最大級の船内大型屋内プールを完備。へえ、すごい、まさに海上の楽園と呼ぶべきこの場所はあまたの船上のロマンスを生み行くくんだ。行くくんだだっけこれ。なお深夜のカップルの侵入には用心のこと。入ってきちゃう、夜入ってきちゃう。これは、あ、カードリーダーね。2箇所あったな。
取れない。うん、よし行くぜ。あー、ちょっとあれやりたいんだよな。待てよ、マップで。あのマークなんだ、鍵のとこか。あのソーダリンだっけのマークみたいなやつ。カードで開くってこと。あー、でもちょっと一回あれだな、広いねここ。せっかくだからあれつけたいんだけど、もうちょっと進んでからにするか。ああつい押してしまう。書き捨てられたメモ。神よ、いるなら答えてくれ。これは現実か、それとも地獄か。逃げ場なんてない。周りはクソったれの化け物だらけだ。みんなやられてしまった。生きている人間なんてもう誰も。クソ、あんなやつらの餌食になるなんて。この投げるとき、この構えてから投げさせてほしい。つい押し間違いで消費してしまう。あ、これあれだ、ショットガン。わかったわかった。クイーンゼノビアとその歴史。総トン数1101000万14万8000トン、全長 335.8 メートル。ふんふん。ディーゼル2200。ふんふん。パラグアスライン社の客船クイーンゼノビア、フラグシップは1978年建造、客船黄金時代である。1930年代を思わせるその内装は、建築家ジョージ・トレバー作ったのこれが失踪前に残した設計デザイン案を元にしており、建造当時には多くの人々が魅了されたと新聞記事に記されております。鮮明であるゼノビアはローマと戦って敗れた古代パルミラの美しき女王の名前を、これなんだっけなんとかし、20世紀の客船の中でも大西洋の美女王と称されるほどの人気を博しました。航空路線の発展により遠洋航海客船が低迷し、一時は廃船の危機もささやかれたのですが、80年代後半に姉妹船とともにパラグアスライン社に買い取られ、動力を蒸気タービンからディーゼル電気推進に換装、船装やキャビン増設工事も施工する大改装工事が行われ、最新鋭の設備を有するクルーズ豪華船へと生まれ変わりました。改装後は世界一周航海、南米一周航海など幾度となく行い近年では地中海を拠点にアフリカ各国を周遊する航路に就航しており、毎年たくさんのお客様に海の楽しさと幸せを提供しております。クイーンゼノビアとその歴史、1995年版。ほほん、座ってる。ウージーが動きません。大丈夫、今回はゾンビじゃない。これ船長かな。船長、腹がえぐられている。あ、お腹になんか入ってんじゃない。船長お腹見して、ほらねちょうだい。あ、ショットガン弾。え、撃ち込ま、え、ちょっと待って、お腹にショットガンの弾取ってんの、使うのジルもっと重要なアイテム入ってるかと思った。え、それ撃ち込まれた弾じゃなくて、恐ろしいぜ。あ、見取り図みたいな。あ、地出てる。ホールに行けば非常用通信室があるみたいね。ちょっと待って、広い。あ、じゃあ今回あれだな、船の中移動するやつか。楽しいじゃないか、こういうマップの方が私は楽あの空間が狭いからまだどこ見てるか分かるか。はい、あれ、この子消えてない。やったよね。これがダメで一回戻りたいんだよな。で、電気ついた。
あ、ライトか。にしてもレイモンドのやつどこに消えたんだ。バカ、あなたとレイモンドって後輩だ、昔はな。それだけの話さ。でもともとは仲良かったんだよね、そこそこ。うわ、来た。やばい、危ない危ない危ない。まっすぐにジルを狙ってくるんだ。パカお願い。よし、パカ、よし、これうぜ。で、ここだったっけ、あの武器ボックスある。あ、パーカー乗ってない。パーカー置いてきた。パーカー、パーカーがいない。ここ再配置されてそう。パーカー待たなきゃ。パーカー来てる。パーカー、パーカー早く来て。パーカーがいないと。パーカー弾ももしかして無限。あ、ここ、ここ、これこれ。あ、ダメージに重ねがけできんのかな。あ、動詞はできない。これ。ふふふ。これね。よし、 20% アップ。それでだ。あと、あれどこだったっけ、ハンドガン、ハンドガンじゃない、ショットガン。あー、ショットガンどこだった。客室、ちょっと待った、探す。思い出せない。わあ、いた。ホールまで来ちゃった。いやついにそんな遠距離攻撃してくるやつが。危ない危ない危ない。平行移動、平行移動。平行移動、ボタン間違えてる。はい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 。ほら来いよ。なんかこの子のフォルムはかっこいい。ついに飛ばしてくる。それ何飛ばしてきてんの、大丈夫、体の容積減っちゃうんじゃないの。来た来た、今のうちにこれ。よし、なんかこれ、あ、生きてるうちもできる。よし、やった。なんかなかったっけ。これも鍵だよ。ここ行けるけど、また先にショットガン。あ、ここも開くんだけど、あ、開かなかった。そこは怒りでしたわ。待て、ショットガンどこだ。パカお願い、弾なくなってきた。え、パカお願い、弾なくなってきた。パカの銃弱めになってるのかな。パカお願い。パカの銃全然効いてなくない。パカお願い。頑張れパーカー、いけるよパーカー、いけるよ、頑張れパーカー。やった、やった、ありがとうパーカー、できる子パーカーは。いい子だね。 2% しか入んなかった。
どんどん入んなくなってくるんですけど。こっちで、いない。あ、あった。これじゃ。はい。くれ。大丈夫。天井落ちてこない。もうすぐびっくりさせて、なんでそこに入ってんの、わざ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 隠れて、悪い子。うん、何発入る？4発。よし、大事に使っていこう。あれは強敵出てきたようだな。ボスとかいるかな。あー、こっちもいけるな。よし、あそこが赤い。あ、あれカードリーダーだっけ。聞いないね。こっち。あ、ここもだ。303号室絶対出る。なんかない？それ、これまだある？ない？よし。違法カスタムパーツって何？違法って何？違法とはこれいかに。あ、読み物。303号室の書き置き。畜生、なんでこんなことになった。船内は化け物がうじゃうじゃ徘徊して、一瞬で船は壊滅状態になっちまった。見たこともない形の化け物だ。動きはぎこちないようだが、つかまれたらひとたまりもねえ。友人のハサンも化け物に食われちまった。俺は銃で敵をひるませてなんとかその隙に逃げ切れたが、運よく腕を射抜けなかったら危なかった。どうやらあの化け物、腕の骨は脆いらしい。だがもうこれ以上逃げるのは無理そうだ。あの時えぐられた足が痛え。クソ、弾ももう残っちゃいねえし、どうすりゃ生き残れんだよ。腕ね。なんだ、もっと強い敵出てくるのか。え、今戦ってきた子の話？でもこんなに鍵ついてるとこにあるからボスの話かな。ヒントをくれ。じゃあちょっと違法カスタムパーツ見てくるから。うーし、来たぜ。あれ、バースト？一度のトリガーで2発の弾を連射発射。これこの中では切り替えられないのかな。あんまりやると弾無駄にしちゃうときあるよね。あと一発で死ぬってときとか。ボス戦とかはいいんだろうけど。あー、ちょっと保留にしようかな。あ、これにダメージつけよう。これファーストはハンドガンだけなんだね。あー、でもつけちゃおうかな。いざっていう時早いもんね。つけとくか。まあとりあえずつけてみよう。あ、ファイヤーレートもこれ、これでパンパンって出るってことだよね。弾はやっぱ減るんですよね。じゃあ戻ります。うし、戻ってきたぜ。今度ここじゃ。かっこいい。なんだ、またある。なんかない？怪しい。もう一個あるか。え、めっちゃ回ってる。うわあ、かっこいい。豪華客船。金持ち船だ。ちょっとしたオペラハウスみたいだ。で、非常用通信室はどうだ。あっちね。ただ敵出そう。ここは？
上にも上がれる。船の上、すごいおしゃれな作り。これは動かない、電力ないからね。結構絵がいっぱい。なんだこれ、そう、あ、ソラリウム。まっすぐ来ちゃったけど、え、ちょっと待った、下に行くとこあるんだけど、ここどこに繋がるの。いや、ちょっと待って、まだ気が早かったのでは。やっぱ戻りたい。やべえ音聞こえる。これはまずい。やばいぞ、ここ。ここまずいぞ。まだ来ちゃいけなかったかな。あ、ハーブ取れない。取っとくか。覚えておけるか。なんだここは。こっち行くより先にあっち行った方がいいか。ボスバトルとかにならない。あ、あそこに調べられる。これもん、これは見たな。これあそこにもある。あ、ちょっと届かない。よし、これも。これプールね。あ、これか。持ってた、まだ。大丈夫、ボスバトルだりそう。ちょっとまだまだ下のやつやってないんだよな。これ全然理解してないんだけど。あ、こういうことか。え、ちょっと待って。あれ違う？あ、もう一個あるか。はい。ここは何ですか？さあ。出た、カスタムパーツ。あ、ライフル。しまった。あ、ファイルズ変更ある。あ、え、押し込み、まさかの押し込みやりにくいな。あの、前倒したらでよかったのにそれは変わったんだね。清掃作業、引き継ぎ連絡書。備考欄に手書きの文字が綴られている。3月25日、プールの底にフジツボみたいのがこびりついていた。どこから入ったのかわからないが、放っておくわけにもいかない。処理を頼む。3月30日、駆除したはずのフジツボがまた発見された。何やら寄り集まって軍隊を形成している。新種か、飼ってみたら面白いかもな。4月10日、水を配分するパイプに欠損があったらしい。修理はされたが、ここしばらくこっちに異物が混ざった可能性があるそうだ。セキュリティ区画の偉いさんが
やけに慌てていたが、あの新種と何か関係しているのか。4月12日。やばい、あれは新種なんかじゃない。連絡書はここで終わっている。やられたな。あ、これで浄化。浄化。本当に浄化できる？これで。あ、手。ん？ない。わ。廊下には時間がかかりそうだ。まあ当たり前か。またしばらくしてから戻ってきてみよう。わかった。あとこれ。よし。